前を行く5番吉川へとさ抑えて先行体制ですが、その前4番恩田純平、4番の恩田関東ラインが正攻法先頭か。しかし外から9番八谷正俊譲らずに、さらに8番松田大中部勢も上昇を見せました。残り2周を切って先頭今度は8番松田大です。抑えました。3番伊藤健二が2番手の位置、3番手やや車間を切って9番の八谷正俊が3番手から気を伺います。そして5番手内に入ってきた4番の恩田純平、関東の3者今度は3番手から5番手、やや連携がもつれる中ですが、さあ今度はこの間に9番の八谷正俊だけ上昇していきました。2番服部は離れてしまいました。隊列は目まぐるしい入れ替わって残り1周を切りました。再び5番吉川誠の主導権になっています。マークに6番佐藤武史南関東の2社、3番手には8番の松田大と3番の伊藤健二中部勢が続いている。その後ろまだ関東ラインは7番手の1打、4コーナーから直線コースに入ります。5番の吉川が先頭、番手は6番佐藤武史が抜けようとする、その外から3番伊藤健二、しかし6番佐藤がゴールに並んでいます。